今日はルームツアーを見たいという声があったのでちょっと紹介したいと思います。まず最初に、まあ、僕靴好きなんでシューズボックスを紹介したいと思います。まあ、ちょっとねそんな広くないんですけど、ちょっとあんまりちゃんと整理もしてないんですけど、まあこれでもごく一部というか、これでごく一部なんですか。はい、まあ結構ね上げたり、いえもう入らんくなって後輩に上げたりよくするんで、なんで僕と一緒、足のサイズ一緒の後輩はだいぶいいですね。確かに足のサイズは28なんであんまいないんですよ。結構大きい。その中でもじゃあおすすめのスニーカーというか自分が好きなスニーカーを。ですね、まずまあこれとかすごい珍しいですね。ナイキとオフホワイトのコラボのジョーダンなんですけど、これはねすごいスニーカーマニアからしても結構、俺そんなにめっちゃ詳しくないけど結構多分レアやと思う。めっちゃ高い、うん、もうプレミアがついてすごい高い。これ何本ぐらいするんですか。今もな、もう60万とかするんじゃない。え60万70万とかするんじゃない多分。まあでもね気に入ってる靴ってね結構あるんですけど、まあ、結構俺白が好きなんですよ基本的に。スニーカーはなんですけど、これはね去年かなハワイ行った時に買ったんですけど、まあ黒で、あのこう全部がねソールが真っ黒っていうのを俺あんま履かなくて、ブーツとかやったら履くんですけど、結構ね形とかここ横ジップでめっちゃ履きやすいんですよ、うん、これはあのエルメスのやつで、ハワイのエルメスで買いましたね。結構気に入って入ってます。あとはまあこれとかはだいぶ前に買ったんですよね。これもほんま5、6年前かな、うん、みんなが多分知ってると思うんですけど、このルブタン、うん、この裏が赤いの、これは結構ね形とかこのここのエナメルの感じとかも好きで、冬とかちょっとこうカチッとした時に履きますね。あとはね、結構ねナイキの靴も多くて、まあそうやろな。それとかはまあ一つ好きなブランドがあって、これなんですけど、これベルルッティっていうブランドなんですけど、スーツとか、移動の時とかあんまりその普段スーツは着ることないんで、チームの移動の時とか、まあスポンサーパーティーとかので結構靴、このベルルッティは結構履きますね。あとベルルッティね、あかんわ車に乗してるわまあこういうスニーカーとかベルルッティとかもありますし、それこそこれもベルルッティですし、これは結構ねちょっとブーツっぽく使う。これはベルルッティなんですけど、この文字がこれカリグラフィーっていうんですけど、これがこういわゆるベルルッティの代表的な作品なんですけど、これグレーで結構まああんまりグレーの靴ってそんな履かないですけど、これはかっこいいなと思ってよく履きます。まあこれもベルルッティですね。白のスニーカー大好きなんで結構持ってるんですけど、これはいいですね。もうでもね廃盤というかもうなくなったんでなかなか買えないんですけど、あとまあジャージの時とかやったらこういう、まあこれも白でここがちょっとこうスウェードみたいな気になってるんですけど、これはトム・ブラウンで、トム・ブラウンのセットアップとか着るときとか、まあ結構ジャージとか着るときとかに履きますね、こういう白いの。これも結構まあナイキなんですけどね、かわいい、たまに履きますね。これでも一部なんですよね。これ一部ですね。これもベルルッティ、これは黒で、これも結構履きますね。総額いくらすんねやろ。総額靴は多分かなりいってると思いますね。あとこのねこの靴エディターっていう靴なんですけど、僕結構好きなブランドで
このこれめっちゃ可愛くないですか、長柄とか、これ結構グッチがこういうの出しててグッチと間違えられるんですけど、グッチも好きなんですけど、こう何それって言われるのめっちゃ気持ちいいんですよ。そのブランドなんなんみたいな、その服のブランドなんや、その靴のブランドなんなん、どこのブランドなんっていうのが、あー聞いてきた、食いついてきた、食いついてきたみたいな感じで、結構ねそれ言われるの嬉しいですね。今日の服めちゃくちゃシプリームって書いてますね、でもいじらんといて。あ、でね、もうこれはね、これけなんかね、履いてる時にあのどこの靴なんですかっていう質問何個かあったんで、結構スポーティーな感じなんですけど、で、見てくださいね、これ俺好きに気になった靴とかで、その白とかってよく汚れるじゃないですか、だから汚れ、そのもし使えんくなったら、新しいのもしなくなってたらもう買えへん状況になったり、それは嫌なんで、その気に入った靴とかって3つあるんですよ、まずこれの時点でなんだこれはまだ履いてないから新品、だから3つ4つあったんですよ、ほんまは4つあったんですけど、1個ねなんか俺なくなってんの靴なくなるってどういう現象ですか、忘れたんかな、だから気に入った靴は結構買ったりしますね、何個か。あとはこれとかめっちゃ可愛いですけど、ね、結構履いてるんですけど、うん、これ結構気に入ってるんですよ、トム・ブラウンって、トム・ブラウンで、これはほんまにトム・ブラウンのジャージ着るときとか、シンプルなこうグレーとかコーンとかっていうときに、この足元で結構、まあ、いわゆる遊ぶって感じですね、いわゆる遊ぶって感じですねまあナイキは結構多いね、でもやっぱり、はい、ナイキで結構そう、それこそこれとかも堺ナイキと堺のコラボ、だから結構全部持ってますよ、これもナイキと堺でしょ、うん、これもナイキと堺の色違いでしょ、ナイキと堺でしょ、ナイキと堺かわいいもんな、うん、ナイキと堺、これはまだ一回も履いてない、履いてないんやこれはまだ登場してないんですけどね、これね、あ、そや、一個すごいのあるんよ、見る、はい、見る、はい見る、はい、これなんすかこれ、え、なんすかこれ、これね、あの、ファンの方からもらったんですけど、へえ。なんかね、いやこれね、俺正解っていうかあれが分からんくて、うん、多分これ書いてるんすよ、このファンの人、あー多分、なるほど、え、めっちゃ可愛い、ほんで、どこやったっけ、ここに兼有ロシア2015、今読めなかったっすよね、いや読めたうんってなってましたよね、兼有ロシア2018、これワールドカップの選考の前にもらったんかな、プレゼントでもらって、まあ多分ロシアにまあ いてほしいというか、多分まあそれはちょっとね叶わなかったんですけど、これはすごいなんかこう嬉しいですね、思い出に。あ、これも結構気に入ってる、なんかあんまりこういう靴履かんねんけど、これもベルルッティなんですけど、ベルルッティなんや、これベルルッティ結構ねめちゃくちゃ人気なんですよ、これ、すぐ完売してすぐなくなってしまったんですけど、これね結構可愛いですよ、うん、なんかあのベルルッティってあのデザイナー変わったんですよ、デザイナーが変わってからね結構あのなんていうんですかね、 服もそうですし靴も結構ちょっとガラッと変わったりして可愛くなったりしてますね、これとかも好きですけどね、おお、危ない、珍しくないですかこの、珍しい、ちょっとこの素材とかも、素材もね、なんか革というかそういう素材なんですよどういう素材、これもこうピッて言ってこう履けるし、なんか、なんやろ、ちょっと外す時とかに履きますね、これジミーチューのやつなんですよ、これはね、プレゼントでいただいたもんで、もうこれもだいぶ前やな、4年ぐらい前にもらったもんかな、これも結構履きますね、まあでもスニーカーはねよく外しますけど、シュートは外さないように、うまい、なんですか、
これはですね、まあ、僕絵が好き、絵とかそういう、まあ好きなんですけど、まあこれは絵じゃないんですけど、この布をこうペッてこう巻いてちょっと待ってください、ペッてよく言いますよね布をこうね、ペッて巻いてただ単にここに飾ってるって言ったら、こんなんめちゃくちゃ安いですよ。こんなん500円もせえへんぐらいなんで、でも結構いい感じじゃないですか。めちゃくちゃいいです。これ家の廊下なんですけど、3つこう並べて、こんなん全然安いんで、みんなも僕はいつもその YouTube とかで撮ってる後ろの額とかあるじゃないですか、あれも一緒ですね。ラグビーのあれも一緒で、額縁だけ買ってこれ布、いや全然安い布でこうやったりしたらすごいおしゃれにできるんで、みんなもやってほしいですね。はい、ということで次はまあ洗面所というか、まあ僕が普段使ってる、まあ、コスメですねを紹介します。まあこんな感じなんですけど、結構シンプルで、まあ必要なもんしかないですね。これはね、これ一応香水なんですけど、これめっちゃいいっすよ。これだいぶ前から使ってる、トムフォード。結構トムフォード量少ない割に高いんやけど、この香りイコール金融みたいな感じですよ。うん、これ洗顔、言ってた洗顔です。で化粧水、これはいいですね。もうめちゃくちゃ口コミがすごいですもんね、これは。すごい。あとはまあワックスとかまあこれはジェルだけどくらいかな。でも必需品といえばこれじゃないですか。必需…え？え？必需…え？え？必需…必需品、必需品は、これこれはね、鼻シュッシュってやっても鼻通るもんね。めっちゃ鼻詰まりがすごいから、でも最近はちょっとなるべく使わんようにしてて、これやってもとかね、止まらないんでちょっと我慢してます。最近はスキンケアはちゃんと気使うようになったらいつぐらいからですか。スキンケアは、いやでも言うて何年、3、4年前じゃないですかね。それまでも適当にやってましたけどでもなんかその今はいいけど、その5年後10年後に結構シミとか出てきたりシワとか出てきたりみたいなの言うんで、それはちょっとやっときたいなと思って。でもまあめちゃくちゃお肌綺麗ですね。いやそんなことないですよ、俺全然そんなことないですけど、まあなるべく気を使ってやってますね。ということで次はクローゼットですね。あんまり広くないんで、もっと本当はねでっかいクローゼットみたいなの欲しいんですけど、まあごく一部ですね。ここはめちゃくちゃ多いですね、服。でも一部なんですよね。これはもう全然一部ですね体何個あるん言われますけど、え、はい、これ一人って言われてる。多分男性やったら、まあ服好きな人やったら分かんないですけど、だいぶ服は持ってますね。まあここ入りきってないんで、もうあっちにもあるし、トランクルームも借りてそこにも結構置いてるんで、まあ服はかなりありますね。特になんかお気に入りの、じゃあジャケットとかありますか。お気に入りのジャケットはこれとか、これあんまりたまにしか着る機会ないんですけど、真っ白って結構まあ派手なイメージあるじゃないですか、うん、結構俺その真っ白のジャケット着るっていうのは結構なんか着こなすっていうのが一つのなんかこう目標ではないですけど、こうかっこいいなと思ってて、イタリア人とか結構ほんまに着こなしてるんですけど、まあこれに本当にシンプルに T シャツに中にジレ入れてこれ着て、下はまあ下は何でもいいですけどね、デニムでもいいし黒いパンツでもいいしっていうので、まあ、これは結構なんか去年買ったんですけど、買って、あとはまあこの辺とかも好きっす。これはえっと
D スクエアの革ジャンなんですけど、これは結構長く着てますね。革のジャケットも結構好きで、こっちは去年買ったのかな。これスウェードになってて、あの色がなんていうの、綺麗ですよ。なんかブルーというか、ブルーというか紺、紺っていうんですかね。あんまり紺のジャケット、こういうライダーさん持ってないですけど、スウェードやし、チンカワンタっていう、ね、ブランドなんですけど、このブランドはね結構最近注目してますね。注目というか好きっすね。これは結構色スウェードでめっちゃ色綺麗くないですか。うん、うん、これデザインワークスのやつなんですけど、すごい気に入ってます。まあ、本当にいろんなジャンルの服着るもんね。そうですね。これも D スクのジャケットなんですけど、ジャケットというかライダース、まあ、こういうのもたまに、あんまり多分見たことないと思いますけど、うん、こういうのもたまに着たりしますね。あとはね、一個コートでめっちゃお気に入りがあって、これすっごい、これなんですけど、中がね全部ボアになってて、めちゃくちゃあったかいんですよ。めっちゃあったかそう。で結構こう、まあちょっと中のシャツがあれなんですけど、めっちゃあったかいんですよ。これほんま中 T シャツでも冬いけるぐらい。どう、可愛くないですか。可愛い。これめっちゃ気に入ってますね。もう今の時期は着るあれなんですけど、これすごいお気に入りのジャケットです。ジャケットとコートですね。まあ、またコーディネートの紹介は違う動画で。そうですね、コーディネートはまた違う紹介しますね。まあコートとかはこういうのとかも結構可愛いし、うん、まあこれも結構珍しいというか、こう毛並みとか毛がすごい、この色結構ね、カーキとか好きなんですよ、うん、なんでカーキとかも着ますし、あとはまあ、まあ、ここほんまにチームなんですけど、何がある、あ、こういうのも好きです。これだいぶ、まあこれほんまに、うん、このジャケット結構ね、ダウンの中とかに合わせてもすごい可愛いんですよ、うん、あと、あ、でもこういう黄色とかも結構着たりしますね、最近は、うん、デザインワークス、これ結構着たらかなんかね、服って見てるより着たら可愛いってめっちゃないですか、うん、で着てみたらめっちゃ可愛いっていうのがすごい。あとはね、まあいっぱいあるけどいっぱいありますね。まあ話し出したらもう1時間ぐらいいきそうなんで、うん、もう全結構パンツとかもめっちゃあるし、うん、まあ、ちょっと結構ぐちゃぐちゃなんですけど、まあ、これ全部パンツ、まあまあここにもいっぱいパンツかかってるし、山ほどあるんですね。ここはリビングです。まあ一日の中でも一番長くいる空間ですね。いつもここでまあネットレックスみたいに、まあ、ゴロゴロして、まあ自分が一番好きな空間ですね。じゃあこれは、はい、何ですか。それは時計の家というか、まあずっと回ってくれるんで、時計の家まあずっとこう回っててくれるんで、あの自動巻きの時計が多いんで、あ、なるほど、止まらんようにずっとこう回ってくれるっていう、まあ結構優れもんです、うん、これは結構いいですよ。めちゃくちゃかっこいい、うん、夜になったらかね、ここだけ光ってるんで、うん、電気暗くしたらここだけパーンって光るんで結構かっこいいんですよ。こういう感じでなんかまあ一つのインテリアみたいな感じでも使えるなっていう感じですね。お気に入りです。この椅子すごいですね。これそうですね、たまにここにこう結構ね座りやすいです。これまあなんか本読む時とかぼーっとする時とかここに来てね、あーみたいな感じで海外セレブでの密着でしか見たことないですね、こういう椅子いやいや、そんなことないやん自
自分が好きな家具とかを揃えていくっていうのがすごいなんか好きですね。はい、次は、書斎ですね。僕はいつもインスタライブとかでやってる場所なんですけど、まあ、ここもすごい好きな空間というか好きな場所ですね。こだわり、結構こだわりました。この書斎とかも、まあ、家に書斎を置きたくて、で結構バッてしてる書斎が置きたかったんで、バッてしてる書斎、ね、これはねすごいいいですよ、うん、あのイタリアのカシーナっていうブランドで買ったんですけど、結構いいお値段もしましたね。これは頑張りました。でこの MacBook、はい、めちゃくちゃかっこいいんですけど、実際どのぐらいの頻度で使われてるんですか？結構まあパソコンはまあ大きいやつこうバッて欲しかったんで、まあ、買ったんですけど、これ買ったんいつやろ、本当にこっちに引っ越してきてからなんで約1年ちょっとかな。まあ前使ったんは、まあ、1年前ぐらいですかね。まあほぼ飾りみたいなもんです。あでも音楽とか流してしますけど、うん、まあなんかこう家の部屋の書斎にこういうのがあったらかっこいいなって、まあインテリアですね。インテリアの一つとしてもこうなんか置いてるっていう感じはありますけど、多分今頃スティーブ・ジョブズさんが泣いてると思いますね。でももし僕が動画の編集とかをなんか興味持ってするってなったら絶対必要になってくるんでね、その時は買ってよかったなと思うんですけど、まあでもこうやってねこうやったりするんですけどね、結構打つのは早いんですよ。そうなんですか。うん、まあ慣れたんです。ちょっと適当に押してるだけです。でこれすごいっすね。これそうですね、これもすごいお気に入りの、めちゃくちゃかっこいい。これめっちゃかっこいいっす。これなんかさらにするんですか？これベルレッティのカリグラフィーに似てる、まあベルレッティじゃないんですけどちょっと似てて、これはねあのいただいたものなんですけど、すっごいセンスのいい、いただいたもの。めちゃくちゃセンスいいっす。これでこうやってあのなんか描くときとかピッピッてつけて、ハリーポッターでしか見たことないですもんこれ。確かにこれはね、まあこれもすごい、まあ、置いてるだけでもね、こう一つちょっとおしゃれな感じになるんで、うん、こうやって置いてるんですけど、うん、そうですね、あの左の MacBook も置いてるだけ、はい、その右のかっこいいペンも、はい、あ、左こっち、これね。まあ基本はインテリアとして、はい、置いてますね。まあでもなんか全体的にすごいモダンでシックですよね、部屋も。そうですね、結構シックな感じが好きですね。こうなんていうの、落ち着くっすね。なんで選ぶときもそういうのによっちゃいますね。ということで今日は、ルームツアーでした。あ、靴もすごい多いし、メガネもあるし、まあ、時計もあるんで、まあ、そういうのそれぞれちょっと別々で、動画に出していきたいと思うので楽しみにしてください。ありがとうございました。